深夜に食べたいタンドリーチキンを作ります。材料はこちら。深夜の肉バル運営当初に投稿したタンドリーチキンの動画の広告が無残にも剥がされていたので、もう一度作らせていただきます。まずはフォークでめった刺し、こいつをボウルにぶち込んでなんかいろいろ入れていきます。ヨーグルト、ニンニクと生姜、食塩、パプリカパウダー、ターメリック、クミン、ガラムマサラ、オールスパイスを入れます。たくさんもみもみします。ラップをしたら30分冷蔵庫。その間懐かしいものをご覧ください。ストリングトリック、スパイダーベイビー。以上です。鉄板に肉たちを並べます。この子たちを250度で25分焼きます。ああいいっすね。それでは盛り付けいきます。いただきます。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。あなたからのツイッターフォロー泣いて喜びます。